おはようございます。フォルテです。シャキーン。本日は、本番前の僕のルーティーンを見せたいなと思います。私は今、熱情のコンサートツアーと、で、6月の末からチャイコフスキーピアノ協奏曲もね、弾くんですけども、まあ、結構たくさんの今ね、曲を抱えてます。そんな中、演奏をどのように本番まで持っていくのかっていうね、ルーティーンをお見せしちゃおうかなと思いますよ。結構やばいですよ。まず、コンサート曲目を発表しますね。幻想即興曲と、ノクターン1作とノクターン2番と、英雄ポロネーズとショパンバラード1番と月の光と、ラーカンパネラと熱情全楽章ですね。で、東京でリサイタルをしてきたんですけども、その公演では、ショパンのスケルツォ2番と、ショパンエチュード10の1番と、ショパンの船歌とかね、弾いてました。アンコールは除いてですよ。アンコールでは僕、シューマンイコールリストの検定だったり、まあ、私の曲だったり、ジムノペティだったり、あとは革命を弾いたりしました。あ、今回の熱情でも革命を弾くんですけど、もうコンサートやりすぎてね、曲がね、もういっぱいなんですね。で、6月の末からチャイコフスキーピアノ協奏曲も弾くんですけども、それの公演では、月の光とベートーベン月光と、英雄ポルネーズと、ラーカンパネラと、チャイコフスキーピアノ協奏曲ですね。本当にね、今たくさんの曲をね、抱えてまして、今の自分のね、曲の今の抱え方は、人生の中でも今一番多い時期かなと思います。まあ、そらそうでしょう。こうやってピアノをずっとね、続けていったら、レパートリーが増えてきて、どんどん曲も抱えてくると。それによって、いろんな曲が弾けるようになるってことなので、まあ、これはいいことです。よっしゃー！だけど怖い。だから練習をします。まずは練習を始めていくにあたって、深いプログラムから練習を開始していきます。まずは、今週末から始まる、北海道、石川、宮城、東京、京都での、いわゆる熱情ツアーの、曲目をやります。フォルテピアノパフォーマンスってやつですね。それの練習をしていきます。まずは、そうですね、革命で指を鳴らしていこうと思います。だけど、練習する際にはもうこうやってね、いきなり弾いたりなんかしませんよ。チャキーンメトロノーム、これを使って練習していきます。で、基本的に練習する際は気になってるところを片手ずつ、細分化していって練習していきます。これどういう練習をしてるのかっていうと、いわゆる指番号の確認、あと手首とか指のいわゆる持ってき方の確認をしてます。何度もこの和音を確認したのは響かせ方の確認。こんだけ右手と左手に距離があるので、どういう風にすれば美しい音が鳴るかなっていう確認を改めてします。バンバン弾かないですよ。だってやる曲が多いし疲れるし、もちろん体力は温存しないといけないし、あとは弾けるところはいつでも弾けるんでね。ふう、例えば 1+1 はできますかって言った時にみんな答えれるよね、2って。いつでも答えれるよね、 1+1 は2とか。だけどいわゆるこの楽譜の中にあるのは 1+1 だけではなく、 135×88 はみたいなね、いわゆる普段使わないような動き、普段使わないような脳とかを、使う部分がたくさん楽譜の中に詰まってます。だからこそゆっくりの確認、そして何度も何度もそのできない部分を染み込ませていくっていう作業を、今本番前では必ずやります。はい、
というわけで次の曲にやっていきましょう。はい、ショパンバラード1番の練習をやっていこうと思います。これはですね、まあもう基本的に全部弾けるので、確実に何度も弾いてる曲なので、さらに美しい音を出すためにはどういう風な意識をすればいいのかっていうね、いわゆるタッチの鳴らし方を練習していこうと思います。もう弾けるっていう前提でね、弾けない人はさっきのような練習しないといけないけどね、僕はまあもう弾けるので。感じですね。で、このメインどころ、まあここはもう弾けるので、こういう難しいところの確認練習。で、きちんと一番最後のところに行った時にきちんと音が飛んでるか、いいタッチで音が飛んでるかっていう確認ですね。で、次にちょっと気分転換のために、コンサート曲目だけでなく、いわゆるチャイコフスキーの練習をします。直近のコンサートプログラムを練習ばかりしてるとちょっとね、頭がおかしくなっちゃうのでね、僕はだからこそちょっと離れたプログラムを練習して、少しでもコンサートが、その今直近のプログラムが終わった時にすぐいい状態が持っていけるように、この苦手なところをチャイコフスキーで詰めていって、リフレッシュした後にまた直近のプログラムに戻るっていう感じの練習法をしてます。チャイコフスキーは、いわゆるいい音を出す。体に染み込ませる段階ですので、まあ、何度も何度もやっていくって感じですね。いわゆるこのポジション移動を覚える、さっきの革命と同じように、そのポジション移動を、染み込ませる練習です。こうやって苦手なところが現れたらそこだけ練習する。どういう音を、飛ばしたいかっていうのを確認しながら弾きます。例えばこうなのかこうなのかこうなのかっていうね、イメージを、練習してます。みたいな感じの練習です。あとはこういう難しいところ、実際はね、こうたくさんね、弾いてる演奏とかライブとかやってるんですけども、実はこんなにつまらない練習をしてるという、そんなことが我慢できるフォルテ君すごいって。そうでしょ？だからこそみんな僕のコンサートぜひ聴きに来てもらえると嬉しいです。本番はもちろんこうやって興奮して弾いてます。こういうね、熱情とか練習する際も
ゆっくりの練習をしてます。本番はよ、本番はこのように弾きますけどね。感じの練習ですね。あんまりつまらないと思いましたが、ぜひとも参考にしてみんなもね、効率よく上達してもらえると、嬉しいです。でね、ちょっとテンションが下がって疲れた時にはどうするかっていうと、コカ・コーラゼロを飲んでテンションを上げてからまた練習に取り組むということですね。はい、飲みましょう。これをずっと一日中やってます。それは上手になるわって思うでしょ。あー、うまい。というわけでね、はい、本番前はね、何かとテンション高めで自分をモチベを上げて練習をしております。ぜひとも私のコンサート、そして CD 等をチェックしてもらえると大変嬉しく思います。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。本番前の地獄の練習ルーティーンを見ていただきありがとうございます。ぜひとも皆さん真似してみてもらえると絶対上達すると思いますよ。というわけでバイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって。なんならちゃんと